に散歩行こう。おぐちゃん、朝日見えるよ。おぐちゃん、朝日見えるよ。朝日すごい綺麗。ここ朝日の他に何があるの？すごい綺麗。はい、チーズ。ここで食べる。いいよ。座ってここで。すごい大きいね。お散歩行ってきます。ティナ、そっちから行けないよ。こっちおいで、こっち。ティナ、こっちおいで。ティナ、ティナ、おはよう。どこ行くの？ティナ、お座り、お座り。ノーよ。ティナ、ノー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 。No, no, no, no. Tina.あのブレーキが効かないバイクだったのでバイクを変えてもらいました。バナナ畑が広がっています。自然だらけ。
今日はこれからドリームビーチに行ってきたいと思います。進む、すごい。こっち行くの？待って、ビーチ行ってんでしょ。もう着くよ。あ、ここあれなんだ、パサールみたいになるんだ、市場、キャンプ場じゃないんだね。なんだ、なんかほらキッチンみたいになってるからキャンプできるのかなと思ったら市場みたいになってます。あ、麦わら帽子売ってるよ、ミュウ買うのえ、これ、あ、これな、あ、これだね。危なくないように、昔こんなんじゃなかったよね。いや、今から行くのは昔。ああ、そうなん。ここは違うんだ。ここは多分行ったことない。バッシャーン来るからね、ミュウ。バッシャーン来るよ。今、干潮。すごい、ロープ切れてるやん。波の力で、見てあそことか。バッシャン来ます。ね、バッシャン来ないね。ここ何？公園？公園になるんだろうね。なんか上が切られてるけど育つんだね、こうやってやっとけば。え、もう一個、もう一個ってこれじゃないの？これはドリームビーチだもん。ドリームビーチあってか、デビル？デビルじゃない、これデビアス。
レビアスペアーズ。ペアーズ。ペアーズ。おお、でかい。すごいね。あ、来たね、来たね。来たね。来た来るんじゃないこれ。おお、え、あんま来ないね。あんま来ないね。あ、来た。はいはい。出てきたみたいな。波荒いからね。 B さん気をつけてよ。すごい綺麗。波が荒いんでね、子供が入るのにはちょっと大変かも。
ところだ。だけどもうあのさ、常にプール、あの常に水着着といた方がいいかもね、みんなね。そうだよ、言ったじゃん、さ。いいな。アンジンいっぱいいるよ。アンジンいっぱいいる。アンジンいっぱいいるの。ほら、お友達。すごい綺麗。どこがいいかね。こんにちは。びっくりしてた。どこがいいかな。日差しが強いからこっちの中にしようかね。フィッシュ&チップスもあるから、あの子供もねできるから食べれるね。アイスティーもあるし、そこは昨日行ったチニンガン島です。チニンガン島、これ全部チニンガン島。砂糖入れちゃったんだ。ちょっとママ撮ってくるよ。じゃあ、あれ白い、白い犬、ね、なんかこのね屋根も可愛いの。全部こうしたい。うちのキッチンの屋根もね、あそこの外のキッチン、ここのさ。大丈夫よ。このガーデンも可愛い。サボテンが、カクテルハッピーアワーもやってますよ。ピザ窯もあって、もうすごい綺麗。手前が浅いんで、お子様でもね、ちっちゃいお子様でも安心して入れますね。で、目の前はね、なんか海藻とかを作ってんのかな。
向こうに見えるイエローブリッジで、隣のこのね反対側のチュニンガンに行けます。でこっからビーチにも出れるので、海にも入れるし、ここは多分オーナーがイタリアの方だと思います。お食事も美味しいんじゃないかと思われますが、今日は今朝ごはん食べてきたばっかでお腹いっぱいなので、ちょっとドリンクをいただいてます。白い子いた？アルポンテさんね。白い子いなかった。どっか行っちゃったね。ビーチ行った？ビーチ行っちゃったのかな。はい、バギー。ということで、一泊目のアマミヤを今チェックアウトして、次のホテルに向かってまーす。どうだった？一泊目のホテルは楽しかった。楽しかった、うん、ちょっと部屋狭かったね、うん、だけどベッド気持ちよかったね、うん、狭かったけど、うん、なんかわかんないけど狭かったらエアコン効くでしょ。全然効かなかった。そうね、でもちょうどよかった。寒すぎなくてちょうどよかった。次のホテルはまたここからすぐだから5分ぐらい、そう5分ぐらいなんで、すぐ着きます。じゃあまた着いたら撮ります。じゃあねー、バイバイ。ドーク、ドーク、ハロー。わーすごい、あ、同じような感じだね。ご遠慮しないでください。遠慮しないでください。なんて？なんて？遠慮しないですよ、全然。あー、すごい綺麗。ねえ。ここは、ケンカナガーデンバンガロー。ケンチャナ。すごいね。いいね。よろしくお願いしますね。ここで2日間泊まります。これ何？オレンジジュース。同じじゃん。ね。こんなアイス。アイスだね。超美味しそう。アイスが合うね。美味しそう。何これ？I have studied in Sanur before。じゃ。美味しい。フローズンオレンジだね。Dulu saya sekolah di Sanur, Sanur SMK 3. Iya. Terus bahasa sedikit. Iya. Saya di Kenkana Garden Bungalow. Sugoi kirei. Anaba janai desu ka koko wa. Wanko to tomarete, umi made aruite ikete. Sugoi kirei. Kenkana Gardenバンガローですね。こんな感じで。はい。じゃあルームツアーします。プールも大きいですよ。そうそうそう、広いね、ファミリールームにしましたよ。おお、
がね、2個あるから。うん。いいじゃん、いいじゃん。こんな感じ。どうですか？いい。広くてよかったね。うん。これまたあるね。うん？これ。どれ？うん、うん。こっち、あ、じゃあ、ちょっと。じゃあ、私、マネージャーみたいにする。こっち最初からね。ウェルカムトゥーケンカナバリ、うん、ケンカナガーデンバンガローです。あ、ここからじゃないですか、まず。ここはくつろぎスペースですね。くつろぎガセボ。はい。で、まずお部屋から。ベッドはキングベッドが一つとシングルシングル。すごい広いですね。で、ここにテレビと棚があって。はい。ここにドレッサー、はい、ドレッサーもすごく広いです。いいね。で、はい、ここのドアを開けますか？あ、こっちにクローゼット。あ、ソファーもあるんだね。はい。クローゼットもあります。クローゼットもありまして、はい、セーフティーボックスもありまして、で、ここが、でこちらがトイレ。あ、広い。広いね。こんな感じでシャワーとトイレ。昨日のと同じような感じ。石もあって、ね、シャワーがありまして、これもあって、はい、ね、はい、終わりです。向こうもやった、ね、どこ、そこある、あ、こっちの方が広いんじゃない、ちょっと間取りが違うんだね。あ、でもあっちの方がいいね。こっちもファミリールームだそうです。あ、こっち綺麗だね、お風呂がね。でも500 billion、 こんな感じで、あのファミリーで泊まる人にはね、ファミリールーム2部屋あるんで、こんな感じです。ん？好きに寝てください。シングルがいい？こっちがエアコンきついよ、ミュ。え？こっちがエアコンきついよ。いいの？こっちだってさ、あれじゃん。涼しい？いいね。パパこっちに寝て。いいよ。じゃあママと隣同士にする？パパはそこのでっかいやつ。ねえ。ハンダ。昨日は床で寝たからね、パパで、ね。狭すぎて。はい。じゃあ今日はパパぐっすり、ね、眠れそうですね。パパ、キノおいで。プールは手前が、こっちがね、浅くなってて、子供も入る感じで、結構広いかな、何メートルぐらいあるんだろう。すごい綺麗に手入れされてますね。ひなちゃん、プールの水冷たかった？みゆ、冷たかった。ほんと、ここいいね、たくさん泳げるじゃん。これ何？だろうね、すごいいいじゃん、ここ海まで歩いていけるよ。海、ね、犬をさ、犬が OK な宿泊施設で調べて、多分犬がいなかったらね、こういうとこ見つけられなかったよね。ママ、ん、あのさ、旅行で何日が一番長かった？旅行で何日、わかんない。日本？ん？そんなことないんじゃない？日本だと1週間くらい使うのさ。あ、危ない危ない。はい、じゃあちょっとゆっくりしたいと思います。はい、みゆこっち？ママ、うん、どっちでもいいよ。みゆこっち。はい、すぐじゃん。なんと徒歩。
ここも真っ白で可愛いね。海の家すごい、ここ全部真っ白、屋根が可愛い、白くなりたい。真っ白ビーチ、真っ白いビーチ、真っ白だ。ここ滑るわ。私でいいかな。ティノ、ティノ、ティノ持ってきて。ティノ行けないと思うもん。やっば。あ、こういうビーチね。なんかヤドカニ、ヤドカニ、カニすごいいるよ。わあ、綺麗だけどね。砂浜がないんだ。あっち、あっち行けばあるわ。今満潮なんだよ。あっち行けばある。マッシュルーム。マッシュルーム行こう。そう、一番あのホテルから一番近いビーチはこんなビーチでした。本当歩いていけんだね。1分だった。はい、ということで今からマッシュルームビーチに行きます。イエーイ、観光客。私も観光客。観光客はあの麦わら帽子をかぶっている。はーい。どっち？右？左？右でした。ん？こっちなの？右でした。ここにマッサージ屋さんがある。ちょっと値段見た。ここは、あ、安いよ。1200円だって。だいたいレモンガンは1時間20万ルピアぐらいします。安いからいいってわけじゃないからね。安いとこが、レモンガン他に見たとこが15万ルピアだったの。で、今のところは12万ルピアだった。人が来ないから安いんだよ。そう、誰も多分ここすごい、すごい場所だからね。ちょっと穴場のバンガローを見つけちゃったね。すごい良かった。オーナーさんもすごい感じがいい人で、ティノがいなかったら絶対泊まってないよね。マハギリリゾートとかに泊まる予定だったの、コロナの前に。で、予約までしてたんだけどコロナになっちゃって、そっから2年ちょっともうレモンガン来てなくて、でその間にティノを飼い始めて、もうティノと行けるところじゃないとね、預けて旅行って感じじゃないから、なんか人がちょっと。着くの？早いじゃん。300m だった。ここも可愛いね。なんだろう、何屋さん。目的地は右側、こっち。結構お店は開いてるね、もう全部ね。ビーチっぽくなってきた。おしゃれ、おしゃれ。ここもおしゃれだね。バディー、リバー。お、見えてきた。全然見えないけど。ここ。ここ行きます。来た時のね、朝ね、着いた時の港だね。バイクはない。降りて。はい。まあこれ危ないね。ここ欠けてるから、兄ちゃん気をつけてね。ここ暑いからね。
と今満潮だね、ミュウ。満潮だね、ミュウ。この中入ってるから、ママたち。ハロー。オッケーでしょ。ここにしようか。じゃあアイスクリームある。ねえ、よかったじゃん、姉ちゃん。ここでビーチの目の前で。見て、超綺麗。ねえ、波強いから気をつけてよ。ということで、ニックスプレイスにでランチすることにしました。プールもありますね。いいよ。早速入るんかい。全然届く。プールバーもあって、暑い。あ、犬
がいる。わ、ハスキーがいるね。大丈夫かな。述べてください。じゃあこのサラダ食べたくない。うん、いいよ。じゃあ、うん、唐揚げ食べるね。唐揚げじゃない、それフィッシュだよ。いただきます。あ、熱いね、揚げたてだから。ちょっと時間かかるわこれ。おー、中が、うん、美味しそう。ちょっとこれ食べてみて、うんうん、ふふして。熱すぎる、うん、どうどう、おいしい。ケチャップもらう。おいしい、おいしい。魚もちもちおいしい。はい、おいしそうです。じゃあいただきます。絶景、絶景ビューポイントに行きます。ハナズロック、ロック、何？ロックアウト and ハンウェア。すごいって読めない。ハノ？わあ、もう丘の上なんだね、ここ。
そこがあれだよね。あ、分かった。大丈夫大丈夫。ティノ、大丈夫大丈夫。倒れる。あれが止まるホテル。最終日に泊まるホテルはあのビーチの近くです。家かな。そっちだね。これ滝コースじゃない？やばい？滝に行く階段みたい。ちょ、みーちゃん気をつけてよ。早く行かないで。本当だ。ね。しょうがない。やばい？あ、やばいやばいやばい。はいはいはい。なんだなんだ。はい。すごい。何これ？え？こんにちは。元気ですか？元気。元気の。いや、ここにも犬いるね。名前？ティノ、ティノ。ティノ、ティノ、ティノ。ティノ、大丈夫だよ。Very going. Very going. じゃらんじゃらんしてた。入る？入んない？すごい綺麗じゃん。入っていい？いいよ。足足足、脱いで脱いで。はいはいはい、ママ。はいはい、こう置いて。ママ、暑いからここにいるから。これどこに行く？ここは秘密のビーチ、ソングラングランブビーチです。すごい綺麗じゃん。ビュー、ビュー。真っ黒クロスケになってるやん。そのさ、ジャケット欲しい。え？そのジャケット。なんでなんで？びちょびちょになっちゃうもん。写真撮るよ、みーちゃん。みーちゃん。チーズ。
っちゃいいじゃんこれ。ちょっとかぶんないでください。もう撮ってんの？今撮ってる。タイムラプスね。タイムラプスを撮ろう。タイムラプスで撮ろう。まずちょっと一回店内をねご紹介しますよ。こんな感じでバンブーで。朝行ったらその三軒隣なの。グリーンハウスのような。あ、グリーンスクールか。で、目の前はマッシュルームベイです。ちょっとここはね、あ、キッズメニューもある。キッズメニューでこの値段なんでちょっとお高め。やっぱビーチクラブだからこんなもんですよね。なんかピントが合わないんですけど、あった。なんかピントが合わない。キッズメニュー と普通のメニューがこんな感じ。まあビーチクラブの値段ですね。何にしようかな。沈んでしまいました。これからご飯食べます。メニューカルボナーラ見せて。ベーコン入ってる。マスのカルボナーラ。どうぞ召し上がれ。兄さん顔が真っ赤だわ。焼けたね。一瞬で食べれるこれ。一瞬で食べて。ピザも頼んだよ一応。足んないと思ったから。ジェラート。あ、ベーコン美味しい。これも美味しそう。ちょっと写真撮っとこう。え、崩しちゃった。いいよいいよ。サンバルマタがついてたね。みーちゃんは煮こして。はい、いざ来た。評価いいんだよね。お客さん入ってる。なんか
バンド、生バンドをやるっていう。俺出ないよ。結構入ってね、うん、夜は人気なんだ。ここもおすすめです。昼も言ったよね。どっち？あ、もうここから多分覚えてる。あ、待って、何もない道になるよね、こっからね。ここから。ちょっと待って。8時になってないね。今日すごい星が綺麗なんだけど、星見え、星見えない。うん、ご飯やったら大丈夫。大丈夫。Yeah.